んですけど、森のサンプル、食品サンプル、制作体験受け付け中、職人が作る食品サンプル。すごいな。うわ、すごっ。一切れずつとかもあるんですよ。これバナナですね。これアイスですね。これね、何でか言ったら、各それぞれ皆さん買われて、はい、これで自分なりのパフェとか作れるんですよ。あー、なるほど。バラ売されてます。あ、確かにここはあのパフェに乗ってそうな、そうなんですよ、あの材料ですよね。そうなんですよ。いや、すごいな、これ石膏にできてますね。これは何人で食えるやろ。すごいな、これ。これナポリタン、カチューシャです。ある意味ちょっと罰ゲームですね。罰ゲームですね、これ見たからさすがに。カチューシャ、わあ、すごい。このチャーハンが飛び出しますわね。これですね、フライパンから飛び出して。そうなんですよ。すごい、これすごい、ね、わあ、これ見たかったな。もう夏に持ってこい。本物ですよ、もうこれ。この間、あの、ヤトさんがね、山で持ってきてくれたお肉がちょっとランク下がりますけど。でもすごいっすよ。うわ、今よ。エビチリ。ご飯粒でできた。天気ですよ。うわ、ほんまや。うわ、これすごい。これめっちゃリアルっすね、そば。これもうそばです。そばですね。はい。うどんも。これもう今肉焼きてますよね、僕ら。で、ヤコさん。はい。ラッキーチャンネルさん。あ、1000人突破されました。おめでとうございます。おめでとうございます、ラッキーさん。ラッキーさん1000人突破。祝。おめでとうございます。スイカでできた。祝。祝。すごいですね、これ。ただ、タケさん、これ。お値段見てください、これ。15万円。やばいですね。ラッキーさん、もっと頑張ってプレゼントできるようにします。20万いや、かぼちゃ20万。やば、でもすごいっすね、これ。スイカのカットされてるので6000円ですから。ほんまや、6000円ですよ、これ。これ美味しそうですよ、これ。美味しそうです、はい。まあ、倉庫を知ってもこのガラスにこれが反射してめっちゃ映ってるっていう。すごい。いや、めっちゃ。いや、高井さん、このソフトクリーム見てください。これで5000円ですか。やばいですね、これ。まあ、それだけ手間暇かかってるってことなんですね。あ、そう、やっぱ難しいんですよね、やっぱり。多分ね。生ビールもありますね。生ビールは4500円。こういうのは、まずあの、ゲームスの好きなんですよね、こういうの。ゲームスとか、たくちゃんとか、そうですね、もうね、お酒は。そうですよね。案外、あの、チャイルドシートの2人。ああ、そうですね。あ、ビール飲んでるイメージありますね。はい、行きますからね。この皆さん、振り返ると、もうこれはもうユーさんですね、これは。これ、ユーさんでできた。あ、これはもうユーさんに来ていただいて、あの、ちょっとあの、評価してもらいたいと思いますね、これね。あの、タケちゃんとか。あ、タケちゃんとか。タケちゃんも結構詳しいですからね。はい。いや、すげえ。まあ、結構閉まってるところも安心そうですね、やっぱね。そして、ここのマーケットプレートの最後はやっぱりお土産コーナーですね。あ、はい。そして、看板に、神戸プリンというところ。神戸プリン、はい。もう全く関係ないですね。関係ないですね。さっきのレインボーブリッジぐらい関係ない。関係ないですね。そしても、鬼おこしを、ね、使った大阪おこし、はい、無理やりですよ。大阪おこし。何でも何でもありですね。これね。若干なんか東京バナナチックな大阪千代子さん。誰なんですかね、大阪千代子って。知りません。あ、でも本物がありますよ、これ。岩おこし、ね、岩おこしからの大阪おこ し、 大阪おこし、めちゃくちゃですね。中入ってみましょうか。はい。あ、やっぱ食い倒れですね。実際年齢とかね、流れてるパッケージとか喜ばれたなと。そうですね。ああ、もう絶対間違いないです。はい。でも、これ、
九州限定とかありますよ。全く関係ないですね。関係ないです。大阪限定は分かるんですけど。はい。京都限定もあるんですよ。京都限定ありますよ。京都限定でしたら、今岡山に行ってはる、はい、パスモちゃん。そうですね。元は京都の方です。そうですそうです。はい。またね、あの京都もしね、あの帰ってこられることとかあったら、そうです、ね。またちょっとね、僕らのね、またテンションもさらに上がりますよ。そうですね。はい。これね、もうあのマリちゃんに言ってほしいですね、この言葉。幼いわ。まああとはやっぱこれですね。阪神タイガース。いやでも定番ですよね、はい、やっぱり。まあ実は大阪じゃないんですけどね。そうなんですね。そうなんです。スッチー、こんなんなってもとんですね。メブリアンですね。ねえ、シゲゾウさんとか、坂井愛ちゃんもいますよ。うん、これ、あれ面白くなる。これ、いろんな人飲んだ方がいいんですかね。もう若干ね、やっぱあの、もうお世辞でもちょっとあれ言えないですね。なんていうんですか、ちょっと滑る方多いんで。そうですね。あとあの、ちょっと元気のない方は、この、叫びたくなる。はい。そしてやつさん、あの、やっぱりあのシャルドとカズキ、はい、これですよ。性格良くなる。そうですよ。やっぱね、サイコパスじゃダメなんですよ。これバッファロー五郎、面白くなる。これネタでねやってますもんね。でも大阪人欲張りですわ。はい、あの東京バナナと白い恋人買ってます。大阪バナナの恋人。やりすぎや。やりすぎや。で神戸もある。神戸はやっぱりちょっとちゃうんですね、独自路線なんですね。そうですね、もうこの神戸ステーキ絶対出てきますね。ああ、そうですね。心斎橋めっちゃおしゃれ。まあ、やっぱりそのショコラ感じやっぱ人気ですからね。でもね、案外お値段はお求めやすい。ああそうですね、はい、そうですね、あの価格になっております。意外とちょっとこんな酒飲みの方が好きです。絶対美味しいです、大阪限定。普通に僕も食べたいですね。はい、はい、また絶対神戸牛。そうですね、やっぱ大阪牛というのはないんで。そうですね、そうですね、確かに。ちょっとね、お隣からお借りしてる。あ、なるほどなるほど。これもなかなか美味しそうな。いや、もちろん、ゆうさんが来るから。名前コーラって書いてますよ。ゆうさん、ペプシ大好きですよね。たけさん食べてました。そうそうそう。またマリちゃん出てきましたね。マリちゃん、どれもマリちゃんとって言うのさ、忙しいな。まあまあ食い倒れはね、食い倒れはね、この辺もそう。噂も走行してるイルミネーションがついてるんじゃないですか。そうですね。皆さんちょっともう、ね、外もだいぶ暗くなってきたんで。これはちょっと、はい、これはもうちょっとまだ真っ暗じゃなくて、すでに綺麗ですね。そうですね、この地面を、ね、皆さんもお楽しみください。はい、さあ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 、かなりこれ尺稼いでます。じゃあ、そろそろ行きますか。おっと、このタイミングで。
クラゲなんすかあれ。いや綺麗ですよ。そして全然人がいないじゃん。こんなことあります？しかも日曜日です。そうなんすか。上のキーのあの枠ですか。はいはい、違う。マジっすか。あ、で、あそこから上から掘り込むわけですね。あ、でか、一番大きい釣りそうですね。すごい。ここからお魚入れるそうです。あ、そうです、絶対そうです。